武田手羽オーシャンアリーナは愛知県名古屋市港区近城府島にあるアリーナ日本初のフットサル専用アリーナである日本初のプロフットサルクラブである名古屋オーシャンズのホームアリーナである2006年10月26日に建設が発表され2007年2月8日に非公式が行われた2008年5月2日に竣公式が行われ6月13日に 太陽薬品オーシャンアリーナとして開業した。なお開業日から3日間、コケラ落としとして、太陽薬品オーシャンアリーナカップ2008を開催し、主イカー大阪が決勝で、PK 戦の末に名古屋オーシャンズを下して優勝した。2009年8月には、F リーグの公式カップ戦として、カイリーグ、太陽薬品オーシャンアリーナカップ2009が開催され、 シュライカー大阪が連覇を果たした。2012年には、太陽薬品工業が、コーアテバとの合併により、テバ製薬に名称変更したことに伴い、施設名をテバオーシャンアリーナに改称した。2013年8月に開催された、AFC フットサルクラブ選手権では、主会場となり、この大会では、企業名を外した、オーシャンアリーナの名称で使用された。 2016年10月には、手場製薬が、武田手場ファーマとなったため、2017年4月1日には、施設名を、武田手場オーシャンアリーナに改称した。フットサル以外の利用としては、2017年5月20日に、WBO 世界ライトフライ級タイトルマッチ、王者田中つねなり VS 挑戦者、アンヘルアコスタの試合、2019年4月6日7日には、 V リーグディビジョン12018から19ファイナル第一戦が行われた。2020年12月末をもって名古屋オーシャンズが活動拠点として撤退。アリーナ内部 ABCD 太陽薬品オーシャンアリーナ近代建築者2013年6月29日閲覧。太陽薬品オーシャンアリーナカップ 2008AB ホームアリーナ施設名称変更の お知らせ名古屋オーシャンズ2017年3月27日ファイナル名古屋大会のイベント詳細について一般社団法人日本バレーボールリーグ機構 https://prtimes.jp/.main/.html/.rd/.p/.000027.000040680/.html2019 0 0 0年4月30日閲覧ありがとうございます。